こんばんは。やっほー。今日はツインテールの日。くるみもツインテールにしてみたよ。こんばんは。なんていい日だ。やった。そうだよね、今日はツインテールの日だもんね。公園もハートありがとう。あ、K2 で会える？待ってるね、ありがとう。そう、今日はくるみもツインテール。いい日ですね。ツインテールが好きな方はたくさんツインテールが見れるからいい日じゃない？どう？どうですか？お、明日、明日は K2 だね。明日はドンさんが出られて、16かな、16はルーさんが出演されますね。いろんな先輩と出れて嬉しいです。ほんといい日だ、いい日だね。なにこれ、新幹線と思ったけどロケットか。ありがとう。なんでロケットなんだろう、なんかあるのかな。あ、そう、17日の制服の目が発表されてるかと、ね、さっきもメール送ったんであれなんですけど、17日あるよ。その日は生誕じゃないので、はい、生誕じゃないので皆さんお待ちしてます。生誕じゃない方が多分みんな申し込みやすいよね。一緒にお会いするのも楽しいけど、そう。そうだよ、今んとこ8回ある公演。8回あるよ。でもまだあると思う、わかんないけど。だってまだ17日までしか発表されてないから、まああると思うので、まあわかんないですけど。こっちゃん、ここちゃんが何、くるみのすっぴんがめっちゃ可愛いと今申しております。嬉しい、わーい。そんなこと言ってくれてるの？くるみのすっぴんが可愛いって指してる？嘘。本当？そんなすっぴん可愛いの？知らない。知らないよ、わかんないけど嬉しい、ありがとう。ここちゃん、くるみのスピンめっちゃ可愛いって、なんかめっちゃみんな教えてくれるじゃん。嬉しい。そんな、やった。
い。あ、そうだね、生誕祭ね、サイリウムとか、確かに確かに。そう、ココちゃんは唯一の同い年、 SK 入ったぐらいとかも同い年いなかったから、私07唯一の同級生だよ。すっぴんの写真メールで待ってます。たまーに送ってるよね、私たまーに。送ってない。だからまた受け取ってね。くまちゃんありがとう。すっぴんじゃない時はって詰めてほしい。ココちゃんのファンの皆さんに託します。すっぴんじゃない時はって。メイクそんなに濃くないのにね。おくるみ濃くない。でもなんかメイクさんにもそんな変わらないよって言われた。なんかさ、頑張ってるから、一応さ頑張ってるのだから、あの、あ、変わんない、変わんなかったってなった。あれ変わんないって思ってたけど、どうなんだろう。なんかさ、自分でさ鏡見てさしてるとさ違うんですよ。違うんですよ、全然違うから。そう、すっぴん待ってます。すっぴん送ります。明日の公演前に撮ります。クリンが世界で一番可愛いよ、ありがとう。みんな自分息の配信見すぎ。みんなくるみ推しだもんね、今日来てくれてる皆さんは。そうだよね、だからくるみの配信見てくれてるんだよね、ありがとう。くるみちゃん嬉しい。そう、唯一なんです。多分3月のトーク会、握手会は全部完売してると思うから、決済見かけてね。そうなんですか。え、今どこ完売してるんだろう。嬉しい、本当にありがとうございます皆さん。か、あの、決済までが、あの、本当に、あの、決済して会うまでが、あの、終了なので、はい、それまでが、それまでなので、そこまでですよ、当日までなので、はい、決済2日3日、昨日から今日から、決済の期間っていつまでだろう。決済よろしくお願いします、本当に。そう、成人式ね、あの、一人になるところだったから。一人になるところだったから。ハートありがとう、かわいい、ありがとうね。そう、ココちゃんとはまだ公演、アンダー20の時はあるんですけど、制服の目はまだないのでね、出れるの楽しみ、いつか。17はゆうねちゃんが、ゆうねちゃん、ゆうねちゃん、ゆうねちゃんが出ます。 6?7? 違う、11はみやびむちゃん。ツインテール、ツインテール。
てる？すっぴんとメイクした後一緒って褒めてる？あ、本当？じゃあ褒めてもらってるってことで。あ、お肌ね。なんかくるみってなんか。なんか自分で言うの嫌だなこれ。なんか出来物あんまできにくいんですよ。なんかさ、思春期になるとさ、なんかできるとか言うじゃないですか。あの、できなくて、肌が強くないんですけど、すぐヒリヒリしたりしちゃうから、あの、すごいなんかあんまり使い慣れてないの使ったりするとね、なんだけど、なんか思春期とかのなんか中学生とかよく聞くじゃないですか。できないかったんですよね。なんか、そう。なんか言わない？なんか中高生ってさ、思春期ニキビみたいなのがやっぱりどうしても多くなっちゃうって言うと思うんですけど、そう。まあ多分できにくいだけなんだけどね、全然。さ、くるみちゃん推しです、ありがとう。そう、なんかさ、そう、なんか初めて We Are 出た時、 We Are が一発目の公演だったから、劇場公演がね、なんかそう、初めの頃もずっとキョッピーと二人で出てたから、 We Are をに、あの、初めて出た時とか、もう出始めの頃、なんか写真で見ると別にそんな変わらないんだけどね、なんかもう分かんないからさ、どれだけなんか濃くしたらいいかとか、どれくらいメイクしたらいいかとかも全然わかんないからさ、もうとりあえずキラキラ をいっぱい塗って、あの、いっぱいメイクしようってなって。なんかめっちゃメイク濃くしたのね。なんかその時はその時でめっちゃ濃くしたつもりで、でもなんか、あの、写真見ると別にそんな濃くないんだけど、めっちゃ濃くしたの、自分的には。でも最終こんな感じに収まりまして。決済したよ、ありがとう、応募してくださった方もありがとうございます。本当にどこの部があれなん、どうなってるのかちょっと私は分かんないんですけど、皆さん応募してくださって本当にありがとうございます。嬉しい、会えるの楽しみにしてます。そう、着るね、お洋服も、あの、もうめっちゃ考えたくて、ちょっとギリギリまで考えたいな、そう、よく考えたいなと思ってるから、まだちゃんと全部は出せてないんだけど、3月の24だったかなってメールに書いた気がする、は 25? ん？ 24、 あ、ちょっと待って、どっちだったっけ。んーとね、は、あの、ゆうねちゃんとお揃いにするので、それだけはもう確定したんですけど、3月の24、トーク会とか握手会の日はゆうねちゃんとお揃いにします。あとね、衣装はね、合格キスだけ着れるみたいで、着てほしい？みんなに聞こうと思って、公園でもいっぱい見れると思うから、どうなんだろうと思って、ちょっと聞いてみたいなと思って、合格キスの制服かな、制服。あとはね、なんかね、いろいろしたいと思ってるんですけど、なんか789って続くから、あの、洋服は変えれるか分かんないけど、でもなんか変えれるところを変えたいので、
だから間違い探ししてください。くるみの間違い探ししてください。あ、5月初めて行くね、ありがとう。3月名古屋789かな、789、789、そう、7部8部9部。そう、あってレーンでてデレデレするまでですよね。そうですよ、それまでです、ここまで。うん、なんかさ、あのさ、サイン会始まってるじゃないですか、昨日から。で、なんかもう楽しみすぎて、アーカイブ見ながら本当に楽しみすぎて。やっぱ名前呼べるの嬉しいよね。ショールーム呼べないからさ、ちゃんとね、幕張しか行けないけど会えるの楽しみ、嬉しい。幕張待ってるね、ありがとう。2月6までだそうです、決済。決済6までだよ、6日までです。決済済みの方がいてくださってる、ありがとうございます。チンテールだよ。そう、 SKE07 いないよね、2007年世代。完売のところがありがとうございます、本当に。握手会でもついてる、したい、色なんかいろいろしたいから、いろいろしたいです。いろいろしたいです。あ、生誕祭だけど同棲したからこっそり会いに行きます、待ってるね、ありがとう。あ、才能、ありがとう。あ、そう、あのさ、あれあれあれ、あのファミリーの相性診断でしてくれましたか、くるみと相性どうだった。まあ100だよね、やっぱり、やっぱり100だよね、 100% ですよね、そうですよね。まだ赤ちゃんかな。まさかの。でもなんか、公演の時とかになんかトレーナーさんがいてくださる時があるんですけど、なんかなんかその方とかにはなんか大きい赤ちゃんって呼ばれて行くっていう。そこに行くっていうあだ名ができてますね。ハートありがとう。
最初濃くして薄くして褒められて落ち着いた感じ。褒められて落ち着いたっていうよりかはなんかあんまり変わらないなと思ってなんかめっちゃ濃くしてもなんかそんなに変わらないって思って、一回ちょっと薄めで多分出た時があったんですけど、なんかあんまり変わらなくてあ、変わらないんだって。でもなんか最初は濃くするとかもちょっと分かんなくて、濃くする、何を濃くするんだろうっていう分からなくて、あんま濃くできてなかったっていうそもそも濃くどうやって濃くするんだろうから始まってましたね。そう、なんかショールームで見たら濃いよね。でもそれでもでもいまいちまだ私も濃いメイクがわからないわからないからちょっとわからないんだけど、握手もツーショットもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそお肌はバブちゃん、あらもありがとうございますM 見ててくるみいないの不思議な感じだった。嬉しい。そう、いい声はねあんまりいないので、私もそう幕張の時だよ。幕張の2日目、3月の幕張の2日目。そうだよ、キティちゃんになるんです。来てほしい？本当？メガネわかんない。どうなんだろう、メガネあり見たい？わかんない、メガネはわかんない。でも制服のあの衣装は着れるらしいので、ちょっとメガネはわかんないです。あるかないか。みんなメガネ好き？ちょっとメガネあったらまた言いますね。ちょっとわかんないので。結婚してありがとう。衣装は名古屋限定かしら。いやそんなつもりはないんですけど、どうしようかなって思って、ただなんか見たいって言ってくださる方がいたら合格キス着ようかなって思ってます。リンボスターありがとう。ラブレターありがとう。ハートありがとう。そう、研究積極はね、そうなんです、今回も劇場版なので MV はないんですけど、サインは外れて悩んでます。応募してくれてありがとう。他のメンバーのアーカイブは見ない方があれで、あれね、おかしいぞ。他の子にサインもらってるのバレますか？あ、でもね、くるみね、あのね、手形のね、なんか見てる時に見つけたりは したりしてるんですけど。うん。ま、そういうこともあるよね。うん誕生日当日があるのでよろしくです。お、よろしくね、お祝いさせてね。幕張に初めて行くよ。ありがとう。初めて友達と連番で幕張メッセ行きますね。お友達とお待ちしてます
ありがとう。だるまありがとう。くまちゃんありがとう。ありがとう。なんだっけ、飛行機じゃなくてロケット、ありがとう。あ、あさって誕生日なの？もうちょっとだね。サイン会の日？めでとう。ハトありがとう。曲がりメッセ全に行って押さえてよ。嬉しい、楽しみに待ってます、ありがとう。ハトありがとう。50、90、100、おめでとう。70、60、96、惜しい。90、100、書き初め応募しました、ありがとう。30 まあそういうこともある。90、80、40、60、80。え、めっちゃみんなしてくれてるじゃん、嬉しい。あ、まだまだの方はね、あのこれから 100% にしていけるということで、はい。あ、ツイッターあげといた、ありがとう。くるちゃんの思考を読むクイズだった。そういうことね、なるほどなるほど。じゃあみんながどれだけくるみのなんていうんですか、くるみのことを知ってるか的な感じ。そう、なんかね、何かが足りないようです。まだ大丈夫です、まだ 100% に、でまだまだでこれからできるということで。みゆさんはくるみんのことバブちゃんだと。なんかね、なんかさ、なんか先輩方すごい赤ちゃんの絵文字使ってくださるんだけど、そん、わかんないけど、なんでだろう。嬉しいけど、なんでだろう。重ね塗りする感じ？あ、そういうこと？そう、メイクするのは好きなんです。でもなんかこれぐらいの濃さが今なんかちょうど、今ちょうどくるみの今にちょうどぴったりって感じ。みえさん、くるみはバブちゃんって言ってる。バブちゃんになっちゃった。ね、そう、バブちゃんマークをねよくつけてくださるんです。なんでだろう。普通になんでだろう。めちゃくちゃ嬉しいんですけどね、ありがとうございます。いつも本当にお世話になってます。でも気持ちは 120% です。お、それは大切なことです。気持ちは 120% メガネ好き、あ、メガネ好き、メガネ自前でお願いします。あ、なかったら。ブレザーとコートは着れないの？ブレザーは着れるんじゃないかな。合格キスってブレザー着てるよね。うん、コートは多分着れないのかな、1曲目のだよね多分。多分。
メガネないなんてルーのない彼と一緒やで。あ、そんなに？やっぱ大事なんだ。やっぱ合格キスもね、ずっとつけてるもんね。視察ダメ絶対。レインボースターありがとう。ツインテールありがとう。ごめんなさい、少しだけど今のところ確実に行けるのは5月の名古屋です。5月待ってるね、ありがとう。まだまだ他の部分あるのでね、4時販売あるのかな、前回はあった、まだ発表されてない、あるのかがちょっと分かんないけど、まあ今回もあると信じて皆さんにまだまだ会えると思ってるんですけど、どうなのかな、4時販売あると信じてます。で、あのホームページとかにはあの3次抽選までしか書いてなかったのでね、あのちょっと分かんないんですけど、まあ4時販売があったらね、まあ、迷ってた方もまだ見てないよって方も、はい。気軽に行きたいな、気軽に待ってるよ。気軽に待ってるからね。6月まであるから、半年後まであるから待ってますね。そう、伸びしろがあるってことです。あの3択の答えは全部くるみんが考えたの？どんな問題だったの？くまちゃんありがとう、ありがとう。そう、そうなんです、その絵文字使ってもらえるんです。目の周りのラメは好き本当？じゃあ続けよう。ね、枯葉とかね、切れたら来たかったんだけど、そう、合格キスが切れるみたいなので、あのもうちょっとして、あのランキングを読みたいので、溜まってるランキングをね、あの今からちょっと全部読めるか分かんないんですけど、あのもうちょっとしたらランキング読ませてもらいますね、よろしくお願いします。あ、4時5時ある、まあ、あると信じて。あ、4時はまだ抽選なんだ、で5時が先着、なるほど。このテロップは何？女の子だよ、ツインテールしてるからね、これツインテールの女の子、ツインテールしてるからちょっとツインテールの絵文字を使ってみたよ。はい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 どう？
あ、まだ着る、お洋服はちょっともうちょっと、いっぱい考えたい、いっぱい考えて悩みたいので、もうちょっとお待ちください。ただ24だけ、そう、ゆうねちゃんとお揃いにするっていうのは決まったので、よろしくお願いします。そう、くるみんのありがとうタイムがやってきますよ。え、お鍋じゃないよ、これ女の子。いや、難かった。あれ難しかった。100点だったし、当然だし、やっぱそうだよね。うん。なるほど、それね。好きなものを食べるとかは、なんか多分いろんなとこでくるみ言ってるから。あと何やったっけ、動物やった。ピーナッツありがとう。ピーナッツじゃないか、豆まきの、豆か。じゃあ、そう、ツインテールじゃないのか、お下げか。まあほぼ一緒ってことで。ちょっと今日はそこ、そういうことにしておいてください。朝起きて一番にやること、朝起きて一番にやること、やったやった。みんな当たりましたか。簡単でしたか、どうですか。じゃあちょっとランキング読んでいきたいんですけど、全く何が何日なのか、ちょっとね、多分公演の日、1回は時間がない日の日、1回はこれも公演の日ですね。制服の目初日のランキングも私読めてないので、そう、なんか15分とかしか やってないよね、多分できなくて。なのでちょっと読みたいんですけど、これは時計マークをつけてるから多分時間がない日の日。あ、答えわからないんだ。え、じゃあ終わったら答え合わせする。じゃあ読みますね。なんかアバターを呼ばれたら、あ、自分のことかなって、思ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ行きますね、読みます。行きます。13位、さん、ありがとうございました。13位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。そして12位、マスクをつけたクロミちゃん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとう、ありがとう。日によってアバター違うからな。確かにそういう方もいるね。まあちょっと何か分かるように言いますね。11位、稲妻さん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。そして10位、ふんふん、ありがとう。10位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。そして9位、ワンちゃん、ありがとう。ワンちゃん9位、おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。僕かな、ありがとう。あ、そうだよ、ありがとう。そして8位、ギャルのワンちゃん、ありがとうございました。8位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。そして7位、あられちゃん、ありがとうございます。あられちゃん7位、おめでとう。こう、こっち、こっち、こっち、こう、ありがとうございます。そして6位、 M のハートを持った猫ちゃん、ありがとうございました。6位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。そして5位、
うん、さんありがとうございます。5位おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。そしてそして4位クロミちゃん、ありがとうございます。クロミちゃん4位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位リラックマの着ぐるみを着た方、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして2位ミカオの下猫ちゃん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして1位ふんふんふんさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。ひっくりちゃった、ありがとう。そして次、これもまた公演の日ですね。じゃあ読みますね。13位さん、ありがとうございました。13位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして12位、頭の上に猫を乗せた猫ちゃん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位、オレンジと青の服を着た方、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして10位リスさん、ありがとうございます。リスさん10位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして9位、お、すごいリアルな感じの猫のアイコンの方、猫ちゃんありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうありがとうございます。そしてそして8位、マリンさんのアバターさん、おめ、8位、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとう。あ、違う方かも、違う方かも、ごめんね、違う方かもしれない、お名前じゃ次いきます。7位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そして6位、さん、ありがとうございます。6位、こっちかな、こっちかな、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、みゆさんのアバターさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。そして4位、さん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位、あられちゃん、ありがとう。3位おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位、くろみちゃん、ありがとう。2位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位、稲妻さん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そしてそしてそしてまだまだ続きます。あ、まあ、一旦これで最後かな。これは制服の目公演初日ありがとうございましたって書いてるので、制服の目の初日の日です。読みますね、いきます。13位、じゃん、ありがとうございました。13位おめでとう、ありがとうありがとうございます、ありがとう。そして12位、さん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして10位、あ、違えた、ごめんなさい、すみません、いきます。11位、リスさん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとう、
ありがとうございます。ありがとう。そして10位、はにわさん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとう。10位ありがとうございました、ありがとう。そして9位、やるなワンちゃん、ありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位、あられちゃん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして7位、ふんふん、ありがとう。7位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして6位、ふくろうさん、ありがとうございます。6位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、ふんふんさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございました、ありがとう。そして4位、お皿の上に乗った餃子さん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位、稲妻さん、ありがとうございました。3位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう。そして2位、魔女のワンちゃん、ありがとう。2位おめでとう、ありがとうございます、ありがとうありがとうございます。そして1位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございました、イエーイ、ありがとう。一旦じゃあちょっと今日のランキングはいつも通り55分に読もうかな。パチパチ、ありがとう。ふわうち、ありがとう。ハト、ありがとう。ね、あのさ、トーク会とかの握手会とかのツーショット会とかのあの宣伝画像作ってくださってる方もありがとうございます。本当に全部あのスクショして残してるので載せれないからね、今はまだあれなんだけど、嬉しい、ありがとうございます。本当にハート、ありがとう。なのであの本当に皆さんあのね、あの6日までですので決済本当にあのお忘れなく、よろしくお願いします。なんかさ、公園ないのなんか変な感じしない？わかんない、くるみだけかもしれないくるみだけかもしれないけど変な感じしてるんですよね今日。ハート、ありがとう。でも言って明日あるんですけどね、明後日は、あ、そっか、サイン会だもんね。ね、8日間ありがとうございました。本当に、まあ、1日公演ね、休館日だったのであれなんですけど、でも制服の目の初日、前日ですね、あれは。ね、そう、今日は歌いっぱい歌った日なので、
あ、そう、未完全ね。あのみかんの剥き方も楽しかったし、あの密着がどんな感じなのかちょっと全く分かんなくてドキドキしてるんですけど、はい、お楽しみにってことで。ね、どんな感じなんだろう。でもなんか顔カチカチそうあ、55分ね、顔カチカチそうなんですよねやっぱ緊張してるからさ、くるみも。まあ顔カチカチだったり、まあ、してるかと思うんですけど、あ、緊張してるんだなと思って見てもらえればわかんないけどどんな感じか。はい、そんな感じなのでよろしくお願いします。顔カチカチな気がするんだよね私。めっちゃ緊張してたもん、なんかなんか緊張してたもん私も。カチカチそう。あ、予告、あ、予告じゃないか、あ、制服の、あ、初日か。ね、どんな感じか、まあ、ちょっとわかんないんですけど私も楽しみに待ちます。ということでちょっとランキング読みますね今日のではいきます。13位、ふんふん、ありがとう。13位、おめでとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。そして12位、ギャルなワンちゃん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして11位、 M の旗を持った猫ちゃん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして10位、クロミちゃん、ありがとう。10位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして9位、うんふんくん、ありがとうございます。9位、おめでとう、ありがとう。本当に皆さんありがとうございます。今日も9位、おめでとう、ありがとう。そして8位、みかんを乗せた猫ちゃん、ありがとうございます。8位、おめでとう、ありがとうございますありがとう、ありがとうございます。そしてそして7位、さあ、ありがとうございます。7位におめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そしてそして6位、あられちゃん、ありがとうございます。6位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして5位、稲妻さん、ありがとうございます。5位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうそして4位、セーラー服を着た方、ありがとうございます。4位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして3位、猫ちゃん、ありがとうございます。3位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうそして2位、ふんふんふん、さあ、ありがとうございます。2位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして1位、メガネをかけた紫の服を着た方、ありがとうございます。1位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、パチパチパチ。皆さん今日もありがとうございました。今日はこの辺ですね。明日は公演よろしくお願いしますということで、あと20秒しかなかった。皆さんありがとうございました。
またねー、バイバーイ。ツインテール、いいツインテールの日ありがとうございました。またねー、バイバーイ。イエーイバイバーイ。